高尾入口より走行します。料金所にて通行料金を支払います。通行料金はこちら。でも早くやってんじゃない？早くやって。営業時間はこちら。たくよ、クーポンを使うと割引に。入り口渋滞中。ゲート案内。パークウェイマップ。時間より早く開いた？開いた。悪組ばっか多くてな。この日は入り口で並んでいるにもかかわらず、割り込みする人ばかりでした。マナーが悪い人たちばかりでした。3だよ。小雨の中のドライブです。いろいろあるんだろう。何があるの？食べるとこもあるし、駐車場もあるし、喫茶店もあるし、遊ぶとこもあるんだよ。遊園地もあるんだよ。小倉山カフェさんはお休みでした。でも自動生産機だから一応言った方がいいね。見せてる間に、うん、早く無料開放されるといいですね。通行割り。そういう場合どうするんだろう。すいません、クーポン使えるのこれ。いい、はい、はい、使ってます。うん、なってるな。あ、なってるなってる、うん。ではスタートします。この先カーブが連続します。みんなここ止まってるよ。何やんの？寒かったのでトイレに行きます。でね、お金払ったんだからね、うん、再びスタート。釣りやってる人いるよ。
てか昨日夜泊まってるってこと？うん。入ってるって。バーベキューの店じゃない？キャンプやってました。入ってる人もいるんじゃん。浅草のあれみたいな、うん、遊園地って言ったって関空大遊園地なんか儲かんねえべでも来んじゃないのこれの人これの人は子供遊ばしに来たりとかね U ターンできるのかな、で、あっちの峠も行きたいね。集山街道も行きたいね。あ、じゃあもうお金払ってるからな。そう、あそこで元で U ターンしてる。出ない。ゲート出ちゃうと、うん、もう一回金払わなきゃいけないから、うん、ゲートの手前で U ターンしてもう一回来れば、あっちの方からもう一回高尾口から出て、あの峠に行けるじゃん、集山街道に行けるじゃん。集山街道って全部取れてないからね。あれが集山街道ってだから有名なんだ。でも出なきゃ大丈夫なの？そう、出なきゃ大丈夫。俺のこぎり山でも何回も出ないで、U ターンで何回も取ってた。
望台でも寄りますかね。走行しています。イニシャル D の犬心理走行です。
小倉さん、カフェさん前通過。ここは野口の息がかかってるからダメだ。もうそこで終わりだよ。ここまでご視聴ありがとうございます。もう一回戻ってやる。チャンネル登録をお願いいたします。戻ってあっちで出てこれからもフーゲドリーブをお願いいたします。どっかで U ターンするところある。そう、金払ってんだから2回ぐらい走んなきゃもったいないよ。ガソリンそんな使ってるわけじゃない。そこであれ終わりだ、うん、で出ちゃったまずいじゃん。出ない出ない。